L350 やったかな、タントン。今回ね、前回ね、タントでね、初めてかな、リペア、ヘッドライトリペアやってね、ちょっとね、極みがね、取れなかったのでね、ちょっとね、こっちはマシか、ちょっとこっちの極みをね、ちょっとこれでね、再チャレンジ。なんか動画はね、一番初めの新商品の説明かな。でやってます。見えるんかな。ちょっとね、こいつでね、やってみます。で、GoPro はね、ちょっとね、GoPro 12ね。まずね、湿らしたタオルでね、メタルコンバウンドいきます。ちょっとね、テストなのでね、この部分だけいきます。やっぱりね、黄ばみがね、残りますね。車検にはね、通る程度になりました。で、次にね、こいつ、ちょっとね、たっぷりいきます。ちょっとね、黄色いね、色になってきてるので、まあ汚れはね、浮いてきてるはずです。ツルツルにはなりましたがね、やっぱりね、ちょっとね、うっすらね、黄ばみ残ってます。こっちよりね、全然マシです。車検にはね、問題ない程度だと思うんですがね、他の車に比べるとね、やっぱり透明度ね、やっぱり悪いです。タントの場合ね、やっぱりペーパーで磨いてね、でメタコン行ってからね、リペアですね。まあこんな感じのね、やっぱりこいつはね、ピッカピカにはね、ならないです。
今回ね再チャレンジしましたがね、キレくはならなかったです。あと他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。